えー、即塾の久保です。あの、ポイント活動ポイ活ってやつがあるんですけども、私ね、10月の30日にこのモッピーでアカウントを作って、11月、12月と丸2ヶ月、しっかりと活動させてもらって、えー、今日、1月20日の時点で確定分が10万7672円です。要するに、1ヶ月で5万円稼げてるなっていうところが、ここで確認できました。 最初のうちからですね、まだ案件も深掘りしてないうちに10万円を突破するっていうのは、まあなかなかね、モッピーって稼ぎやすいなとは思っているんですよ。ただですね、ここでちょっと私ね、頭を切り替えて今度はね、同じポイントサイトの笑うってうところに移動しようと思います。笑うっていうポイントサイトに移動しますので、そのためにまずはモッピーを生産しようと思います。えーと、どうやってやるのかなえーと、どこだったかなメニューで、ポイント交換ってところがありますね。 かねてからお話していた通り、ペイペイに変えようと思うんですよ。ペイ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 これですね。交換するとあります。すべてのポイント。あなたの趣味は、なんだこりゃ。なんだろう。ビジネスだったかな忘れましたよ。あなたの趣味は。えぇ、ー、この忘れましたよ。なんなんですかねやめてください、こんなの。えぇ、ー、こんなんあったっけああ、お問い合わせフォームへ。 えめんどくせえめんどくさいこれはいい加減にしてくれよこんなのあったのかよええー、秘密の質問答えでしょ選択してください質問の知ってこれ忘れたよご登録済みの年月日1972年だろご登録済みの年月日10月都道府県広島県忘れたよなんだよ えっと、秘密の質問と答えを忘れました。もうね、こういうね、めんどくさいことをね、やんないでほしいですね。うえっと、お問い合わせないように、よりご返、品種をいただく場合がある。なんだよ、これ。出花くじかれるなもうね、へこたれちゃいますよ。 で、この問い合わせをしたら、メールの方にこういうのが来ましたよ。もっぴーご利用ありがとうございます。お問い合わせを受け付けました。ご営業日。え <laughs> え。ということで、今日換金できずです。もっぴーさんもね、こういうふうな手間を、やめてくださいよ。なんかね、気持ちよく、ポイント交換に応じてほしいな。もう一回やってみようかな。こんなんね、メモってないっていうか、こんなのがいるの知らなかったな。 ええともう一回ペイペイこれペイペイに交換しますあなたの趣味は趣味ってね何だろうな釣りでもないしな何だろうなある一回間違えるともうやめてくださいよ趣味なんだったっけなええ趣味麻雀かなやってないしなでも麻雀一定時間ロックされる もう、本当にね、勘弁しな地区。しな地区ですよ、もう。じゃあ、今日とちょっとできなかったんで、また今度お願いします。ありがとうございました。